姫香です。ピンクラテ TB 始まるよ、イエイ。今日の企画は姫香のポーチの中身紹介です、イエイ。じゃあ早速やっていきたいと思います。それではどうぞ。はい、このもこもこのポーチはダイソーで買ったんですけど100円ではなかったです。何百円かしました。はい、じゃあ早速中身ですね。まず日焼け止めです。私はすごく日焼け止めガチ勢というか、もともと黒いのですごく気にしてるんですけど、夏は塗るタイプとスプレーとどっちも持ってるんですけど、冬は塗るタイプだけ持っています。次、櫛本当に大事。日焼け止め以上に前髪ガチ勢で、別に触られても怒ったりはしないですけど、前髪本当に大事なので櫛絶対です。次、カーラーです。本当に私は日焼け止め以上に前髪ガチ勢なのでカーラーは絶対です。次はケープです。はい、私は日焼け止め以上に前髪ガチ勢なのでケープを持っています。ケープは絶対です。次、マットメイジです。マットメイジは塗ってアホ毛とか止めるんですけど、使ってる人は分かると思うんですけど、結構ベタベタになるというかオイリーなんですね。だからこう触覚とかもこう塗ってあげたりとか、前髪もこう毛先だけに行くと、オイルとかわざわざ持ち歩かなくてもマットメイジでいけるんですね。って言って今ので前髪崩れたので櫛ですね。次は前髪クリップです。これはピキーさんにもらいました。今クロミちゃんが欲しくてクロミちゃんを買いに行こうとしているところです。これは、こことかにも使うんですけど、あとブレザーのポッケとかベストのポッケとかにつけたり、あとね、姫香はくせ毛でここはペタッと塗ってここだけ盛り上がるタイプなんですね。だからこう押さえといたりとかします。次、ハンドクリーム、ジェルスチュアートです。これはアリアかな、アリアにもらいました誕生日プレゼントで、かわいい。みんな姫香がジェルスチュアート好きっていうのを知ってジェルスチュアートで買ってくれるんです、嬉しい。で、これはジェルスチュアートの香水、ここがかわいいの、宝石みたいになってて、ここがかわいい、いい匂いだし、これは親戚の方がくれました、誕生日とかじゃなくて。次、これこれはなんか姫香よくこぼすのでティッシュじゃ取れなかったりとかすると、すごいウェットティッシュを使います。なんかこの前夢か友達に転んだ時に牛乳かけちゃって申し訳ないなと思って。次はジェルスチュアートの鏡です。これはね、誕生日にお友達のお母さんと妹たちにもらったんだけど、めっちゃ可愛くない、めっちゃ可愛くない、使ってなかったんだけど割れてほしくないから、割れちゃったのね前使ってたのが、だから今これこういう感じの、めっちゃ可愛くない、待って、革命、こっち、めっちゃ怖い風の音。次、ティッシュ、ティッシュはいるでしょ、夢かも絶対。これはリップです。リップっていうのは毎日持ってないと本当にダメ、本当にダメ、ベローンっていくから毎日持ってる、本当にダメダメ、絶対本当にダメ、絶対分かったねえ。はい、っていう感じで私のポーチの中身は以上でした。どうでしたか？ありがとうございます。そう、物多くてこんなにいるって思うかもしれないけど、これ本当に毎日必要、毎日使うよね。なんかもう姫香とこの子はセットみたいな感じで、移動教室の時ももう持ってるし、休み時間とかもこれずっと持ってるの、音楽室とか向かう時もこれ持ってるしっていうぐらい大事です。あとめっちゃちっちゃいヘアアイロンが入ってたりとかするかな。あと何入ってるかな、そのぐらいって感じです。部屋ってたまにパキって言うよね、怖い。はい、っていう感じで姫香のポーチの中身でした。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。